マーブルキャットは食肉目猫かパードフェリーズ属に分類される食肉類。本種のみでパードフェリーズ属を構成する説もある。別名マーブルドキャット、マーブル猫。インド北東部、インドネシア、カンボジア、タイ王国、中華人民共和国南西部、ネパール、ブータン、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスも式産地は ジャワ島かスマトラ島とされていたが、スマトラ島と考えられている。体長45から53センチメートル、もしくは45から62センチメートル。お腹48から55センチメートル、もしくは36から55センチメートル。体重2から5キログラム。柔らかい体毛で密に覆われる。背面が黒みがかった、高褐色。覆面が炭鉱色。顔や頸部。 背に黒い縞模様が入る。体側面には黒く縁取られた反紋が入る。尾には黒い横縞と反転が入る。反紋は個体変異が大きい。次回は丸みを帯びる。次回の後方は黒い体毛で覆われ、白い反転が入る。交際は淡褐色。瞳孔は縦長の楕円形に収縮する。獅子はやや短い。爪は 完全に鞘に引っ込めることができない。反門や細長い剣士は、運表に類似するが体重は、運表の約3分の1と非常に小型であること、角型が表族や大山猫族と共通することから分類については混乱していた。氷赤に含めたり、特に運表と禁煙とする説もあった。2006年に発表された、 分子系統推定の一例では、猫は家内で初期に分岐した系統に含まれるという解析結果が得られ、パードフェリーズ族に同じ系統のアジアゴールデンキャットとボルネオヤマネコを含める説もある。毛色から亜種が分割されていた。以下の分類は MSW3 分布、形態は IUCNSCC キャッツスペシャリストに従う。パードフェリーズマーマラータマーマラータインドから、 ミャンマー北部を除く東南アジア大陸部、スマトラ島、ボルネオ島経路が灰色で、斑紋が明瞭。パードフェリーズマーマラータチャールトンブインドから、ミャンマー北部、ネパール、バングラデシュ。模式産地はダージリン。経路が褐色。経路の2型の境目は、クラチウにあるとする説もある。X 染色体及び Y 染色体上の遺伝子。 ミトコンドリア DNA の分子系統解析から、インドシナ半島個体群とマレー半島個体群は、約200万年前に分岐したという解析結果が得られている。将来的には、クラチキョウイホ北の個体群が別種として分割され、経路が褐色であると報告されている、ボルネオ島個体群が別足となる可能性がある。以下の分類、分布は、 IUCNSCC キャッツスペシャリストに従う。パードフェリーズマーマラータマーマラータクラチキョイナ南の台南部、マレーシア、インドネシア経路が灰色で、反問が明瞭。パードフェリーズマーマラータロンジェコーダタインドから、ミャンマー北部、クラチウイ北の東南アジア。経路が褐色。模式産地は高知ナと考えられている。森林に生息し、 熱帯にある多質な落葉紅葉樹と常緑紅葉樹の根光林を好むと考えられている。夜行性で単独行動を主とすると考えられている。主に鳥類やリス類などの月誌類を食べ、トカゲ類やカエル類も食べると考えられている。飼育下ではリス類、鳥類、カエルを食べた例がある。狩りは川沿いの土手や地上の明けた見通しの良い場所で行うという説もある。 マーブルキャットの生息地となる木の密集した森林では、見つけることすら困難であるため、その生態はほとんど知られていない。課金を捕食する害獣とみなされることもある。生息数の推移に関する詳細な報告はないが、森林伐採や農地開発による生息地の破壊、比較用や食用、こっち目的の狩猟などにより、生息数が減少していると考えられている。 1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。